私からはソフトウェアの安全性に関する研究について紹介したいと思いますまずソフトウェアとは何なのかというところから思い出してもらうとソフトウェアというのはコンピューターへの命令書であるというふうに考えることができますではその命令書を受け取るとコンピューターはそれに従って何かしらの計算を行ってまあ、その実行結果を返すというのがソフトウェアの役割になります 例えば人が3の10乗みたいな、ちょっと複雑な数字を計算したいなと思うと、まあ人が手で計算するのは非常に大変なので、それを計算するためのソフトウェアを書,く書いて、それをコンピューターに渡すと、まあちょこうした数字の列は返ってくる。あるいは円周率みたいにちゃんとした答えがない、ある意味有限の答えがないような問題もソフトウェアを書くと、まあちゃんとした有限の、あ、すみません、有限の列でそういった数字を返してくれる。といったようなことをやってくれます。で、安全であるっていうのは何なのかというと、ここでは、 え、コンピューターが人間の意図通りに正しく動くということを言っています。なので、例えば3の10乗とか演習率を計算したいなと思ったら、こういったようなちゃんとした数字を返してくれるっていうのが安全なソフトウェアであるということが言えます。なんですけど、実はその安全でないソフトウェアというのも世の中たくさん実はあって、まあそういった安全でないソフトウェアを使ってしまったために起こった事件、事故なども多く知られています。例えば、ヨーロッパの宇宙開発機構で作られたアリアン5というロケットは、 ソフトウェアが安全でなかったために打ち上げに失敗してしまったといったような事故が起こったりであるとか昨年度日本でも仮想通貨の取引所からソフトウェアが安全でなかったために多額の通貨が不正に流出してしまったといったような事故も起こりました。なのでこういったソフトウェアが本当に安全かどうかっていうのをちゃんときちんと検証するというのは非常に重要であるというふうに考えていて私の研究ではこの人間がやりたいこと というものがきちんとソフトウェアに反映されているかということを検証する技術研究を行っています、えー。ここではまずソフトウェアの検証で一般的に問題とされていることはいくつかあるんですけども、私の研究ではこの2つに絞って研究を行っています。まず1つがより使いやすい検証技術を開発すること。もう1つが検証可能なソフトウェアの範囲を広げることです。ここからは各これらの課題について私が取り組んでいる研究テーマ4つについてそれぞれご説明いたします。 まず一つがこの全身的検証と呼ばれるものです。まず全身的検証とは何なのかということを説明する前に、これまでの検証技術について軽くおさらいしておきたいと思います。まず、これまでの検証技術というのは二つに大きく分類することができて、一つが性的検証と呼ばれるもの。こちらはソフトウェアを実行する前に検証を行う方法で、間違いを見過ごさないといったような特徴があるんですが、その一方で使うのが非常に難しいということも知られています。 もう一つが動的検証と呼ばれるもので、こちらはソフトウェアを実行中に検証する方法です。こちらは非常に使いやすいんですが、その一方で間違いを見過ごしてしまいがちだという問題が知られています。全身的検証、私が研究している全身的検証というのは、これらの性的検証と動的検証を融合したような検証技術になります。ここでは、メリットとしては、検証が簡単なところでは性的検証を行って、検証が難しいところでは動的検証を行う。 さらに特徴的なのがそれら2つの異なる検証技術を混ぜても性的検証の良い性質つまりここが安全であると性的検証が保証してくれたのであればソフトウェアのその部分は間違いなく安全であるということがきちんと保証されるというのが全身的検証の特徴になりますそして私の研究はこの新しい仕組みである全身的検証をさまざまなプログラミング機能を扱えるように理論的な研究をしていること,えというのが私の研究テーマになります 例えば、どのような機能かというと、ソフトウェアの部品を再利用するための機能であったり、コンピューターのメモリにアクセスする機能である。もしくは、ソフトウェアというのは検証を楽に行うために、いくつか注釈というものを持っているんですが、その注釈を削減、あるいは省略するための機能。もしくは、ソフトウェアの計算処理を制御するための機能。あるいは、代数的なデータの構造を扱うための機能。 そして、えー、より強力な、えー、依存型と呼ばれる性的検証機能を全身的検証でも扱えるようにする研究などを行ってきました。えー、もう一つ、えー、より使い検証技術をより使いやすくするための研究として、機械学習技術の応用といった、えー、研究も行ってきました、えー。ここでいう機械学習というのは、現在のいわゆる人工知能と呼ばれる、えー、技術を支える非常に重要なもので、えー、たくさんのデータから知識を抽出する技術になります。 私の研究ではこの機械学習を自動定理証明と呼ばれる数学的な命題を自動的に証明する分野への応用を行いました。まず一つ目の研究としてはテキストで書かれた数学的命題の自動証明にり、自動証明を機械学習を使って行うということ、といったことに取り組みました。 なんですが、テキストだけだとなかなか命題の情報というのを知識を十分に得ることができなかったので、命題の構造的な情報を使うことで、よりその知識をうまく扱えるようにしたというのが2番目の研究になります。今までが検証をどうやって使いやすくするかといったことだったんですが、ここからはソフトウェアの検証を、より検証可能なソフトウェアの範囲をどのように広げていくかといった方への課題にアプローチした研究についてお話しします。 まず一つが外部環境に依存したソフトウェアを検証する方法です。ここでいう外部環境というのは、コンピューターが計算を行う以外に必要な処理のことを言っています。例えばコンピューターはメモリを使ったりであるとか、ファイルを使ったりであるとか、あるいはネットワークを通して外とのインタラクションを行うであるとか、もしくは確率や時間といった純粋な計算以外の要素は全て外部環境だというふうに見出すことができます。 私の研究ではこのような外部環境のうち、数学的に記述可能な外部環境を対象とした検証技術の研究を行っています。最後に、機械学習に依存したソフトウェアの、ソフトウェアを対象とした検証技術の開発についてお話しします。機械学習が得た知識というのは、まあ、最近、機械学習とか人工知能といったワードが流行っている通り、最近のソフトウェアもどんどんそういった技術に依存しているようなものが出てきています。 なんですが、問題としては、機械学習によって得られた知識というのは非常に複雑で、それ自体、それに依存するようなソフトウェアを検証するというのは非常に困難であるということが知られています。そこで私の研究では、機械学習が得た知識というものをより検証がしやすい、より簡便な、簡単な形へ変換して、その簡単な形を使ったソフトウェアを検証対象とするような研究を行っています。はい、以上が私がこれまで行ってきた え、研究テーマなんですが、ま、さ、え、冒頭で述べた通り、え、ソフトウェアが安全であるかどうかと検証するのは非常に重要なんですが、単純にその重要だというだけではなくて、え、伝えたいのはソフトウェアの検証の研究というのは非常に面白いということを皆さんに伝えて終わりたいと思います。これは、え、その安全性をきちんと保証するというのは、数学的あるいは論理学的なバックグラウンドが必要だ、必要で、理論的にきちんと、え、確立された、え、 理論的な確率が必要なんですが、その一方で私たちが扱うのはソフトウェアという実際に動くものを対象にしているので、えー、一つ面白い点としては、その理論と実践の距離が非常に近いという意味で非常に面白い分野だと私は考えています。はい、以上になります。どうもありがとうございました。